ハウスの木綿豆腐1丁と混ぜて焼くだけ、豆腐ハンバーグの素、根菜入り、ハンバーグ4個分、スーパーで140円ぐらいでした。ごぼう、人参、レンコン、ごま、山芋などが入ってます。木綿豆腐1丁とサラダ油大さじ1だけで簡単に作れます。水切りした豆腐と本品を混ぜ合わせて成形して焼くだけです。ポン酢をかけて食べるのがおすすめですが、醤油やソースなどでもいいそうです。原材料ですね、玉ねぎも入ってますね。ひき肉を加えて作ることもできるそうです。ヘルシーな感じで美味しいのでおすすめです。